はい、今日は12月の17日ですかね、16日、入ったところですね。私ね、ちょっと今うとうとっと寝とったんですよ。日頃より現在の腐敗した政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、ミヤリ版東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。おはようございますと言いたくなりますね。今帰ってきてね、うとうとっとね、ソファーで寝てしまっていたんですね。で、日にちが何人かちんぷんかんぷん、ちょっと老人ボケがだいぶ回ってきたように思いますね。さあ、先ほど9時からのニュースをね、ちょっと聞いていたら、地球温暖化のために今ね、世界が会議を行っている中においてね、2050年度にはね、地球温暖化によりその被害額が倍になり、2000億円以上の、ね、被害額に、2400億円以上の被害額に加算される、このようなことが報道されていましたね。さあ、そのシミュレーションというんですかね、その被害額をどのようにしてね、判断するのか、そうですね、判断してやっているのか、それよりもね、まずは対策ですね。その対策もね、川以外に、排水以外にね、この地下に大きなね、要するに排水溝ですね。この私の町の東大阪にもね、排水溝が大阪湾までね、今、大阪市内の方までね、掘られているね。直径がね、どのくらいですかね、5、6メーターと聞いてるんですかね。ですから大きなもんですね。そのような土管を作ったところでね、川をね、地下に埋める、その莫大な費用をね、かけるところがね、ちょっと違うんじゃないかなっていう気がするんですね。なぜかと言いますと、皆さんね、大阪の人、京都の人ね、橋という橋をね、渡る、大阪から京都に行く、京都から大阪に行く、来る、ね、このような時にね、たくさんの橋がありますね。京都においても、桂川、宇治川、木津川、ね、この3つの川、本当に大きな川ですね。そして大阪に来ると、ね、それが京都から流れてくる、ね、大きな川となり、淀川となりますね。で、淀川になって、また南の方には、ね、大和川が流れていますね。そして、あの、高速道路、ね、阪和道路ね、大阪と和歌山ね、和歌山の市内に入る時にね、一番最初の大きな川が出てきますね。これ紀の川ですね。奈良県からね、橋本の方へ流れて、あの高野山の方をね、通って流れるあの紀の川、莫大な川幅が取られていますね。その中州をよくね、高速から見るときにね、真ん中にね、もう木が茂っているんですね。林みたいなようになっているんですね。当然自然ですから、そこにはね、様々な野鳥がね、巣を作ったり、子育てをしたりってするんじゃないかなと思われるんですね。しかし、この川州、川中、中州ですね。そして川のね、両岸壁といいますか、左岸といいますかね、その川のね、何回も言いますようにね、
危機感がね、金を使う金を使う、そのお金を使うっていうところにね、違う形でね、人間の頭の良い人たちの視点がね、目先がね、狂ってきているんじゃないかなって思うんですね。太古の昔に江戸時代からね、歴史を紐解いた時にね、なぜね、あれほどバカでかいね、川幅が広いのか、ね、そのような堤防が作られていいのか、ね、そして、ね、3日4日前に話しましたね、私らが小さい頃ね、60年ほど前ですかね、川で砂や石ですね、グリ石ですね、コンクリートに混ぜる、その石をね、取っていたんですね。砕石って言ってね、川砂や川砂利をね、取っていたんですね。そのために、ね、常に川底は広く、そうですね、川底に溜まったね、上流から流れてきた石やね、砂を取って、それを商売にしていたんですね。いつの頃から、このね、私たちの自然の川である砂やグリ石を取ったらいけませんという法律がね、いつ頃からできたのか、その理由は何なのかね、川の流れを変える、どうもね、昔にちらっと聞いたような記憶があるんですね。玉砂利や砂を取ったら川の流れを変えるがためにね、魚やね、サワガニがね、住めないようなね、卵を産んだりすることはできないようになるからね、だから取ってはいけない、そのようなね、自然に対するね、自然の法則をね、歪めてきたね、行政ではなかったのかなと思う時があるんですね。しかし、あの堤防をね、私のところのね、社員と一緒にね、昨日もね、京都の方に行っていたんですけどもね、本当にその話をしながらね、川を見ながらね、走っていたんですね。そうしたところはね、もうあの木津川、宇治川ね、の中州、堤防と堤防の間ね、本当にね、水を流れているのはね、幅にして40、50メーターなんですね。間が水が流れている。その両脇はね、もう林になっているんですね。しかし、堤防の広さはなんとね、300メーター以上あるんじゃないかな、いうぐらいね、広いんですね。そして、もう、川の水が流れているところよりね、2、3メーターね、川底が上がって、そこにね、雑草が生えているんですね。ならば、ね、その中州の蓄積した砂や砂利ですね、これをきれいに取ったら、ね、それをきれいに取ることと、ね、突然の大雨に、地下にバカでかいトンネルを作って、そこに水を流すような工事を行うのとね、どちらがね、私たちの
市民生活に必要なことなんかな。いくら地下の下にね、大きな土管入れて急遽水を流すようにしたところでね、その原点には川の水を玉砂利砂を取ったために川のね流れがね変わっていく、魚が卵を産まない、魚が増えない、そのためにね川砂や川の玉砂利を取ってはいけない、何の理由でねそれが禁止されたのかな。これを今ね淀川河川課というところの担当者にね、私は先週にね行ってお会いさせてもらってね要望してきているんですね。この自然の力ね、よく言われる天災地災は忘れた頃にやってくる。それだけではありませんな、ね、今一番の身近にあるのが人災ですね。交通事故でもそうですね。そして台風の時にね、よくね本当にね今の時代ね、何時何分ね、何日の何時頃にはその台風はどのくらいの強さで、雨はどのくらい降って、震度はどこを通っていく、ね、事前に 1日2日前からね連日ニュースの度に報道されますね。そして直撃してくるね、自分の田んぼね気になって、水がね大雨が降ってきたのでどうかなと言って家に帰ってこられないね、必ずですね台風が来たらそのような発表がありますね。本当に残念な事故、これはね天災地災でも何でもありませんね、これは人災ですね。そして頭の良い人たちがね、さまざまなね計画をしてシミュレーションを立ててね、このくらいの台風が来たらこのくらいの被害が出る、このくらいの地震が来たらこのくらいの家が倒壊してこのくらいの被害が出る。私に言わせてもらったら絵に描いた餅ではないかなって思うんですね。自分の国の自分の命は自分たちで守りましょうね、これが一番。そしてね、国に向かってはね、国民の命と財産を守ってくれる政治家みたいに言いますね。国民の命と財産を守るようね、国民が安心して暮らせる街づくり、安全安心した街づくり、そのようにね常日頃からね、選挙のたびに公約のために言いますね。しかしどうでしょうかね、言うは易しですね、行うは成り難しね、そういうね本当に時代じゃないかなね。そしてなぜそういうような国になってしまったのかなね、それはあまりなね平和で自由な国でね、勝手に文句を言いながらね一日一日が暮れていく、そういう世の中、本当にね、また私のような70歳の老人にはねとってはね、戦後ですね、私も70歳過ぎてますが戦争を知りませんね。しかしね、歴史というものをね少しだけ勉強したらね、戦争ほど愚かなものはないんですね。しかしその愚かなことを繰り返すのが
人間なんですね。その愚かなことを繰り返そうとしている何か見えない、ね、戦争は、ね、宗教の本のように聖書みたいになりますけどもね、戦争は人間が起こすのではなくね、人間生活の中に宗教が入ってきた時に必ずね戦争が起こると言われるそうなんですね。そうですね、あの中東で起こっている、連日起こっているね、あの宗教の違いで起こっている戦争ですね。しかし本当に私たち日本国はね、島国であってね、よその国からね直接ね侵害されることがね少ないために、その危機感さえね本当に薄れてきているように思われますね。私たちがね国家国体ね、この国家護持自主憲法制定ね、この愛国者のね団体の愛国者思想主義者がね、長年ね戦後ね74年うるさいね言われる凱旋者でね自主憲法制定ね、北朝鮮拉致被害者をね一刻も早く救い出してほしいね、領土問題に来たらね北方領土しかり、竹島しかり、尖閣諸島しかりね、国民が無関心の間にだん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 ね侵略されているね、そう侵略されているという言葉を使ったら侵略ではないね、もともとね中国の尖閣諸島などはね陸から海底へ伸びたその地続きになったらね、線を引いたら尖閣諸島もねあのシナ海にあるねあの辺もフィリピンのところまでね全部中国の領土であるね。このようにして、そしてだん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 軍事大国なっていることが危惧されていますね。ロシアにしてはね今度のオリンピック、ね、個人で出てもいいが、国を挙げての、ね、ロシアのオリンピック参加は認めない。ね、そして、ね、オリンピック憲章精神っていうのはどこに行ったのかな、ね、皆さんご存知のように、7月、8月にね、オリンピックをやる、ね、北海道でマラソンをやる、ね、北海道は真夏になったら25度以上は上がらないんですか。北海道でね30度32度ね35度38度ね、そして大騒ぎするのが地球温暖化だ。そうですね。このように騒いでいるときに、ね、私たち日本国にはね、四季折々、ね、春夏秋冬、体感しませんか？最近ね。冬寒いな、寒いな、と言ってたら、ある日突然に、ね、なんや今日は、な、えらいあったかいな、ぬくいな、温度見たら30度まで上がった。ね、昨日まで16度、ね、15度、16度だったのに、急に、ね、まだ3月のかかりだというのに、ね、もう30度まで上がった。ね、それが3日に1度、2日に1度となって、本当に、ね、桜の花が咲く
ね、3月の末から4月の10日ほどまでですね、この間に今日は32度、35度だっていう日が来ますね。もう夏ではないか。ね。そして、夏になればなったで、ね。あの子供たちが公園のね、噴水で水遊びをする。ね。今日は38度になった。39点何度になった。ね。皆さん、ね。体温計、ね。昔からの体温計ですね。よく見てください。ね。今のデジタルではね、45度ぐらいまであるのがありますけども、ね。前のあの水銀王の体温計ね、43度が限界だったんですね。なぜだと思いますか？42度。ね。私たち人間の体温がね、42度に上がったらね、脳が死ぬんですね。脳死になるんですね。それはお医者さんに聞いてみてください。ね。私は親父をね、亡くした時に、昭和54年でしたね。その時に医者にね、聞いて、そして自分でもね、親父の体を触れた時にね、むちゃくちゃ熱かったんですね。あの風呂でもそうですね。42度、まあ関西、関東ではね、42度、43度がね、平温だらしいですね。関東の銭湯は。大阪は違いますね。最高40度ぐらいが最高のね、大衆浴場の風呂の温度なんですね。そういうね、体感。この私たち日本の7月、8月、お盆までの体感というのはね、びっくりするぐらいにね、暑い日があるんですね。そしてなぜ、こんばんは、ね、大阪の、ね、大阪、あの、東日本のオリンピックが7月、8月のかかりに行われるか、どうもアメリカの、ね、テレビ中継の、ね、莫大な金でオリンピックを買っている。そのようなためにね、このような馬鹿げた、ね、祭典、一つの賞ですね。それが、オリンピックの精神っていうのは何ですか？ね、自由と平和。ね、そして、全世界が、ね、勝った勝った、また勝ったというよりも、ね、すべて、自由に、ね、あの、本当にね、面白い、あの、芸能人で、アカシアさんまっていう人気の芸人がいますね。昨日、ね、特集やってましたね。運動会の時に、ね、100メーター競争に、時にピストルになったら自分一人だけ後ろ向きで後ろの方へ走っていったね。そういうね、もう高校の時からそのようなね、本当に突拍子なね、ことをする男だったというのがね、やられてね、ふっと吹き出したんですけどもね、そういうね、芸人になった本人がね、本当に自覚してね、みんなを、大衆をね、和ましてくれる、そういう人間もいたら、ね、私利私欲に走っていく芸人、ね、そして様々な薬物に手を出す芸人、ね、そういうのが大きな社会問題となっていきますね。しかし、私たち日本国の在り方っていうのをね、世界が、ね、大きなね、うねりでね、何かおかしな、不思議な、
変な、ね、動きになっているんじゃないかな。一番の愛国者の先祖先輩が教訓として教えていただいたのが、私たち日本国は外国に潰されるのではなく、戦後の学校教育、偏向教育によって国民の心から壊されていく、つまり潰されていく、その元凶を実感するような社会現象となっているのではありませんかね。戦争を知らない国会議員、戦争を知らない国民、ね、2週間ほど前の日曜日に ね話しましたね。京都に行った時に一人のおばあちゃんがね、あの買い物かごの引っ張って歩く、そして上にまっすぐ立てたら椅子になる、あのね、買い物かごの上にね、腰を下ろして日向ぼっこされていたんですね。そして私はね、うちのね、会社のこと川端でね、ちょっと昼ご飯ね、食べていて、それが終わったので声をかけたら、ね、私と同じようなね、白髪のね、ご婦人だったんですね。そして話したところ、ね、あなたも真っ白で、ひげも真っ白ですね。私もね、これ白いでしょう。ね、私いくつに見えますか？言われたので、私はね、80歳ぐらいではないですけどね、とこう言ったところに、それ私の娘ですねとこない言われたんですね。年を聞いたら82、3歳かなと思ったところが103歳だと言われたんですね。そしてね、言われたことが、この前誕生会をやったんですよ、私が呼んだんですよね、全てお金も私が出したんですよね、持ってはしなれませんからね、お家はどこですかって言ったら、道路のね、前のお家ね、本当にね、立派なお家でね、名前がね、なんと吉子さんね、大正ね、3年4年っておっしゃってましたかね、ね、生まれたのが大正4年か5年と言われたと思うんですけどね。なら、その頃にね、私はね、その子、よし子、ね、というそのような名前の方に、本当に私のね、おじいちゃん、おばあちゃん、ね、お父さん、お母さんの時代ですね。本当のお父さん、お母さんの時代ですね。庶民のものでね、子のつくね、女性の方って、周りに、ね、本当に少なかったではありませんかね。君、袖、そういう名前ですね。かよとかそういうのじゃなかったですか。ね、そこのうちはね、兄弟ね、6人、皆女の子3人がね、子がついていますよと言われてね。というのは、その子っていうのは、京都のね、要するに、ええとこ氏ですね、ええとこの、ね、お嬢さん。ね、そういう人はね、大正時代初期にもね、明治の終わりから大正の初期に生まれた人にもね、子のつく名前を付けられたということをね、教えていただいたんですね。ああ、なるほどな。ね、普通の庶民には、そういうね、子のつく名前なんかはね、付けられなかったんだな。その頃から、ね、クラスの階級、ね、要するに、そういうね、階級でね、名前の移り変わりがあったんだな。ね、そういうのをね、つくづく思った時でしたね。さあ、今晩ね、今からね、10時から私はね、地域の夜回りに行ってきます。ご清聴ありがとうございました。また明日お目にかかりましょう。